マヌエル・セテ・ジベルナウ・ブルトは、スペイン・バルセロナ出身のオートバイレーサー。セテ・ジベルノと表記される場合も多い。祖父は、スペインのオートバイメーカーブルタコの創業者である。ジベルナウが1999年に乗った、本ダの SR500V1992 年により、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、スポット参戦し、1996年は、フル参戦。 1997年より 500cc クラスにステップアップし、翌年ワークスチームのレプソルホンダに移籍するも、以後3年間で目立った成績を残せず。2001年、鈴木へ移籍すると、第12戦バレンシア GP で WGP 初優勝を達成した。2003年、ホンダのサテライトチームであるテレフォニカモビスターホンダへ移籍し、加藤大二郎のチームメイトとなる。 開幕戦日本 GP で、加藤が、自己死し、チームが悲しみに打ちひしがれる中、3週間後の第2戦、南アフリカ GP で、ポール・トゥ・ウィンを達成し、勝利を加藤に捧げた。その後もフランス GP とドイツ GP で、最終ラップの最終コーナーで、バレンティーノ・ロッシュを抜いて優勝するなど劇的なレースを演じ、シーズン4勝を挙げて、ロッシュに次ぐランキング2位となった。 2004年はヤマハへ移籍したロッシやホンダのマックス・ビアジとチャンピオン争いを展開。ジベルナウは第2戦、第3戦と連勝してポイントランキングをリードしたが中盤戦に2戦連続点灯をリタイアしてロッシにリードを許した。第13戦カタール GP の優勝で14点差まで縮めたもののロッシの予選広格ペナルティをめぐって確執が生じ、マスコミを通じて メンタル的な圧力をかけられて苦しんだ。この年もシーズン4勝したものの、最後はロッシに突き放されて2年連続ランキング2位に終わった。ホンダ RC211V を狩るジベルナウ2005年も、ロッシュとの因縁は続き、開幕戦スペイン GP では、最終ラップまで激しい優勝争いを展開。 ジベルナウがトップのまま最終コーナーに差し掛かったが、ロッシに強引にインを突かれて接触。コース外に弾き出されて2位に終わった。第10戦ドイツ GP でも、ロッシを抑えて逃げ切りを図ったが、最終ラップの1コーナーでオーバーランして、勝利を逃した。結局、シーズンを通して制裁を書き、0勝でランキング7位に後退した。2006年は、新規一転。 ドゥカティへ移籍したが、第7戦カタルーニャ GP1 周目の多重クラッシュで、鎖骨を骨折するなど、度重なる負傷により本来の実力を発揮できずに、シーズンを終え、同年11月8日に現役引退を表明した。2009年には、モートジッピークラスに新規参戦するオンデ2000チームのライダーを務めることが発表され、グランプリ復帰を果たす。しかしチームは、 メインスポンサーの資金難により7月12日にグランプリからの撤退を発表。わずか6戦の出場でシリーズから姿を消すこととなった。2018年11月12日英国に活動拠点を持つポーンスレーシングが2019年から始まる電動バイクレースフィム・イネル元へワールドカップに参戦し、ライダーとしてジベルナウを起用することを発表した。 2019年5月3日に元への開幕戦より復帰予定だったが、開幕前の車両火災により開幕戦がずれ込み、2019年7月5日、ドイツのザクセンリンクにてライダーとして復帰した。ゼッケンは、モートジッピー参戦当時と同じく15をつけている。ありがとうございます。